さあ、こんにちは。ティンダーメラとはティンダです。やはり、今日全国的に残念としか言いようがございません。5類移行してから。まさかの、新幹線が壊れず急増を受け、緊急事態宣言再び発出するのではないかという噂もいると思います。はい。今日は新型コロナ支援プロジェクトとして、4年ぶりの夏祭り、羽野大王地区夏祭り開催ということで、モノマネを披露します。もちも4年ぶりの夏休みに、夏祭りに、芸能人が来たら、まず、大銀さん行きます。大銀です。青森だけど今日は第四地区の夏祭りにやってきました。いなり寿司食べたことないです。美味しいです。次タラちゃん行きます。タラちゃんです。焼き鳥屋さんやってますか。食べたいです。美味しいです。次、あのちゃん行きます。あのちゃんです。夏祭り、僕ね、食べ物何も食べないけど、遊ぶなら大好き。次はじゃあ、あの方いきます。霜降り明星、粗品さんいきます。夏祭り、ギャンブルしたいけど、射的にかけっか。射的なら得意。じゃあ、出川哲朗。やばいよやばいよ、4年ぶりの夏祭り、花火。俺、やけどしたらどうしよう。ああ、ちょうどええじゃねえか。やけなくてよかった。続いて、パンサー、尾形。夏祭り、5年目 !4 年目サンキュー。次はじゃあ、誰行こうかな。はい。おいでやす、お題いきます。夏祭り来た、4年ぶりやるの知らんが。でも、楽しいね。次はじゃあ、あの方いきます。続いて野原しんのすけ。ほら野原しんのすけ、夏祭り最高だぞ。食べたいもの、ラムネ飲みたいぞ。ふぅ。じゃあ、野原みさえさんいきます。しんちゃん、今日は夏祭りあれ食べようか。焼き鳥うまい。次はじゃあみさえさんやったから、あとはまあ芸能人誰いる、あとはまあ大御所行こっか。いよいよ中尾明さん。いやー、4年ぶりの夏祭りなせだね。中止だったら野暮だね。晴れてよかったよ。それじゃあ、武藤圭司さんです。いや夏祭り、いや行きたいや。次はじゃあ天竜議長。最高です。いいよ、おいしい。次本間智明さんです。夏祭り最高だよ。何食べたってよ。大寿司です。天狗とあの人は分かりませんね。はい、続いてはローラちゃん。やっほー、ローラだよ。夏祭り4年ぶり開催知ってたけど、何食べたって、焼きそば。あ、次はじゃあ、国防美希さんいきます。夏祭り5年ぶりの対抗感想を言って、わかんない。じゃあ、ハタツンいきます。ハタツンです。夏祭り今年は4年ぶりだけど、今福島で仕事行っててダメだね。というわけで以上です。バイバイ。